どうもプロボウラーのスターです。今日はですね NHK 杯第54回全日本選抜ボウリング選手権大会の連行賞を投げていきたいなと思うんですけども、いやアマチュアの皆さん大変ですよね。これまためちゃくちゃ難しいコンディションだと思います。対比は1:2.14、そしてオイルの長さ41フィート、オイルの量が 29.55 ということで、かなり超激ムズ連行コンディションだと思うんですけども、でね、大会の形式上確かね各シフト上位6名だったかな、3名だったかな、まあ、それぐらいの人数がね、まあ、上位というかトーナメントとかそういうものに進めるというふうに聞きましたので、まあ、あの高得点一発あるんじゃないかなっていう方法でね、今日は協力っていうか攻略していきたいなと思います。いろいろねちょっと試しに投げてみたんですけども、やっぱりね600点打とうと思ったらね、まあ、ウレタンボールとかもまあありかなとは思うんですけども、まあ、私の球質であればウレタンだったらちょっとね、まあ、ビッグが出にくいかなと思いましたんで、なんとかこうリアクティブで攻略していきたいなと思います。まあ、その中でね、アクシオムパールとか、そしてアテンションブラックパールをちょっとサンディングしたりとかいろいろ試してみたんですけど、なんかね、まあ、ちょっとしっくりこないなと、まあ、技術の問題もあるかもわかんないですけども、まあねその中でもちょっと夢をね、夢馬券をねちょっと当てたいなと、まあ、馬券競馬の話と一緒にしちゃダメなんですけど、はい、こちら、IQ ツアーピンクをね今日は投げていきたいなと思います。でレイアウトをねちょっとね特殊なレイアウトで、まあ、ちょうどいいんじゃないですか。まあ、こういうボールで、スポコン投げたらどうなるんかっていうね、まあ、検証にもなりますから、ピンと PAP の距離、まあ、2分の1インチなので、もうほとんど、まあ、アクシスではないですけどもね、まあ、ちょっとだけ動くという感じですね。まあ、後でねフレアも見てもらいたいなと思うんですけども、ほぼ出ません本当にね、まあ、手前だけフンと動いて、先はね、まあ、やっぱりリアクティブなんでちょっとは曲がりますけど、まあ、先の曲がりを重視するような感じじゃないですね。で他のボールだったらこうかなり中からビャーって出していかなきゃいけないところを、まあ、このボールだったらこう、まあ、縦に、まあ、投げていけるような感じがしますんで、まあ、場合によってはちょっと夢を、見れるんじゃないかなというふうに思いましたので、ちょっとねこのボールで投げていきたいなと思います。はい、じゃあ参りましょう。はい、何点出るんでしょうか。ちょっと分かりませんけども、まあ、なんとかねいい点数出したいなと思うんですけど、ちょっとね、まあ、夢を見たいですよね。はい、じゃあ参りましょう。中から行ってもね、ちょっと微妙だったんですよね。はい、どう、こんなもん、うわー、ちょっと飛んでほしいですけども、まあ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 、それでもね、ああやってこうポケットに、あ、このレモン、いやスピードなんかリアルやな、 33.2 って、いやそんな出てないですよ、そんな出てないそんなには出てない、そんなには出てないけど、このバグり方はねちょっと案外面白かったりするだってなんかリアルじゃない、ありそうだもんなんかね。はい、じゃあスペイン行きましょう。はい、 OK、 よし、 OKOK、 はい、まあ、ちょっとね41なんでスペアボールもちょっと曲がる計算で投げてます。はい、よっしゃ、まあポケットにとにかくね、一番最初こんなにスコア出ますかね、まあ、ちょっとその辺が分かんないんですけども、でもリアクティブやとやっぱりねポケットに当たった時のピンの弾き方はねウレタンボールよりやっぱいいような気がするんだよな、はい、私がウレタンを投げるとそんな出ないからな、ピンアクションが。はい、行きましょう。どう、これいいんじゃない、いいんじゃない、よし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 、ああいうピンアクションがやっぱりねリアクティブ出てくれますからね、ちょっとこう夢感じれるんじゃないですかね。やっぱりこう先で曲げるボールじゃないです、明らかにね、アクシオムとかその辺を投げちゃうと先でねかなり曲がるので、まあかなり狭くは投げないといけないですけど、まだねまだなんか私にとっての夢を感じられるライン取りであるんですよ。はい、じゃあ参りましょう。はい、イメージは 5.5 とか6枚目ぐらいをまっすぐ。はい、この内がおお、こらえてくれたね、こらえるんですよやっぱりね。何でしょう、あ、フレア見てもらおうかな。フレアがねやっぱほとんど出ないんですよね、もう全くほぼ出ないです。はい、こんな感じ、こんな感じ、もう1本分かるかな、見えるかな、こんな感じでね1本な感じなんですよ。なのでやっぱりこう先の曲がりをはやっぱりこう
フレアが通ってるとこボールがこう転がっちゃうので、何でしょう、先の曲がりを計算して投げるっていうボールじゃ全くないですよね。すごい不安定になるので、まあちょっとレーン中盤あたりもしくは手前ぐらいでボールをの幅、その幅をちょっと生かして投げたいなと思って投げてます。はい、まあ集中力めっちゃいるけどね、まあどのコンディションでもそうですけどもね。はい、じゃあ参りましょう。あーと、ちょっと打ちすぎた。うぅー、あ、危ない。そうこの幅をね、そう、この幅を感じることができたら、ちょっと今危なかったな。はい、今なんかねちょっとボールが出そうだったので最後グイッと回しちゃいました。はい、この幅をね感じることができたら、まあ、あのテープが、親指のテープがビランビランだな今日、投げにくいまあでもこのまま継続しましょう。はい、ちょっと点数がビッグの夢もあるんじゃないかなというふうな感じです。はい、じゃあ参りましょう。これもいいでしょ、これもいいでしょ、よし、じゃあね、いやもう絶対ね、絶対っていうか右、まあ絶対ではないんやけどね、絶対ではないんですよ、全然こんなんが正解とも思わんしね、うん、と思わん、全然思わないですよと、まあこういう作戦もあるんじゃないかなと。でね、まあいつも思うというかそういう風に捉えてほしいんですけど、まあ、スポコンとか我々が投げても最初だけですからね。はい、1人で投げてますから、みんなと投げる場合はまた話は変わってきますからね。そうで、まあ、このラインもみんなが投げてたらどうなのかっていうところはあります。ただまあ1人で投げてるとこういう攻め方もなくはないんじゃないかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、これいいでしょう。うん、もうちょっと起き上がってきたかな。今めちゃくちゃ良かったけどな。はい、まあまあでもこうやってねスコアになってるっていうことがね、もうこれがねちょっと夢を見れてるんじゃないですか。 OK、 よいしょね、フォース出てるんですからね実際ね。まあ、ちょっとずつ違いますよそれはね。特に出ないようにはちょっと意識して投げてるかな。ちょっと内向いてもいいって、まあでも実際僕がまっすぐ投げても実際ちょっと出ていってると思うので、まあ出すイメージなんでしょう。僕はちょっとまっすぐからちょっと内向いてるかなっていうイメージで投げてるんですけどもね。はい、じゃあ参りたいなと思うんですけども、ピンが出てこない、出てこないのでちょっと修理していきたいと思います。はい、よいしょ、直りました。ということで、はい、7フレも行きたいなと思うんですけど、いや結構ねこういうね、初めてじゃないんですけど、まあ作戦を考えてねちょっとレイアウトしてみたんですけど、こういうのもありっすよね。本当にこれぐらいのスポコンになってくると右向いてもね、高回転の人に勝てる気しないですもんね、私はね。はい、じゃあ行きましょう。あー、これちょっと、おーしょ、いやー惜しいですけど、まあ、ちょっとだけさっき4番ピンねちょっと厚めでしたから、はい、ちょっと入りました。その分、ちょっとボールが右に向き加減になりましたけども、それでもこらえてくれました。実際ちょっとピンはね飛び切らなかったですけど、まだねそれでもちょっと夢感じるかなね、まあ、飛んでくれたらとかそんな甘い考えじゃダメなんですけど、いやでも使えるなスポコンで、これはい、 OK、 ふう、危ない危ない危ない、よいしょ、 OK、 はい、じゃあ次8フレ目、ふう、危なかった。もうこんなレーンコンディションでこんなスポコンでスペア見せてたらもうちょっとお話にならんもんな。はい、じゃあ、はい、8フレ目いいぞ。なんか
めっちゃこう真剣にというか真剣に投げなきゃいけないレーンコンディションなんで、今日の動画全然面白くないかもわかんないですけども、ちょっと真面目にプロボーラー笹田として見てください。はい、じゃあ参りましょう。はい、いきますよ。お、これも悪っか。あー、手前で起き上がっちゃったな。もうちょっと手前で起き上がっちゃいましたね。まあイメージ的にはすごい良かったんですけどもね、こう手前起き上がってちょっと打ちこらえるかなと思ったら、まあちょっとこらえなくなってきてんのかな。もうちょっと内側投げてもいいかもしれないですね。はい、じゃあまあこういうスペアを大事に、はい、行きましょう。はい、 OK、 よし、大丈夫。まあまあ初っ端外がねこうしっかり枯れてきたな。結構こうね10と15の間からちょっとこう右に向いてっていうのもありだと思うんですけど、まあそれまでがね、それまでがやっぱ問題ですよね。はい、点数がしっかり、コース側がいきなり出るっていう感じでは、まあ出る人は出るんでしょうけどね、出る人は出るんでしょうけど、いきなりそんなみんながみんな揃ってガン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 っていう感じではいくらなんでもないと思いますんでね。はい、まあ、そうして考えた時にこういう作戦もありなんじゃないかなという感じです。はい、どう、7枚目、よいしょ、 OK、よっしゃ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 、オッケー。まあ完璧ではなかったけども、今ね6からちょっと内向き加減のイメージで投げると、ちょっとこう手前で起きてこうこらえずに曲がっちゃうというか、で7をねちょっとビュンとまっすぐ投げてみましたけども、そのままちょっと滑っていきそうにはなりましたね。まあそれでもこう絡んでくれてる時点で、まあちょっとありなんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあちょっと7半じゃないな、6半ぐらい、ここちょっと勝負の一投やな。ここ軍予告、ここ軍予告ですよ。ちょっとバシッといきましょう。軍予告、もうほんと出てよ、そろそろストライク。軍予告、ちょっと真剣にいくよ。これ来たでしょ、来たでしょ、来たでしょ、よし、やっと久々に来ました。久々に軍予告でストライク来ました。いやー、信頼度が 5% ぐらい上がったんじゃないかな。もう一発いきましょう。もう一発軍予告、いや、ありなんじゃない、ありなんじゃない。やっぱリアクティブのこの良さがちょっと出てるんじゃない。やっぱピンアクションはやっぱ出るもんね。なんかヘッドピンに当たった時のピンの絡み方がウレタンと、やっぱり僕が投げると特に球が強くない僕が投げるとはやっぱり違う。よっしゃ、もう一発いきましょう。もう一発、波に乗って2連続軍予告成功なるか。はい、いきましょう。あー、大丈夫、よし、よし、こらえた、こらえました。きた、来ました。240っすよ。なかなか出ないでしょう、この NHK 杯のレーンで240は。ねえ、このまあ、真っすぐ右に向かないように気をつけて、まあ内に、内のオイルに当たってくれていいみたいな、そういうイメージです。だからちょっと引っ張り画面で投げてるようなイメージでは実際ありますよ。はい、右に向いたらやっぱ戻ってこないからね、こういうレイアウト多分。はい、行きましょう。よし、よ、軍予告、ここも軍予告、はい、来い、3連続軍予告、よ、お、いいんじゃない、これも来た、あそうは問屋が下ろさないね。はい、まあね、スコア、246点、っていうかもう最後の軍予告来いよ本当に。あ、チャンスアップ、顔面チャンスアップにしたらよかったねまあでもね、スコア246点出ましたね。まあまあこのレイアウト、いいかもしれない、今後もねスポーツコンディションでちょっとね、いろいろ、こういうボールでもね
極端なレイアウトのボールでもちょっとやりたいなと思います。まあね、最初だけかも分かんないですね。これよりもちょっと内側から投げられて、折れるような感じになってくるとね、ちょっとしんどい部分はやっぱり出てくると思うんで、なんでしょう、打ちこらえなくなっちゃったりとかね、まあ中から右向いて投げるボールでは僕が投げると特にありえないなっていう感じですね。まあ中から行くんであればね、もうちょっと、もう皆さん中から投げられているので、まあパールのボールとかソリッドのボール、ちょっと強めのボールで表面がね、レイアウトはそのどうかな、ちょっと弱めでもいいような気しますけども、外が返ってくるようになったらもうちょっと中から10と15の間から右向いてっていうイメージになってくると思いますけども、まあ最初の立ち上がりとしては、こういう感じのボールで、極端に外からこう打ち抜いてってみたいなもありかなとは思いますんで、はい、もしね、まあなんていうんですか、この大会出なくてもね、スポーツコンディションのお悩みの方は、まあこういう、はい、極端なレイアウト試されてもいいんじゃないでしょうか。あんま向いてこないです。フレームほら1本ほぼ1本、まあちょっと横にずれてるけどね、まあでもこんな感じのボールになったらね、非常にまあ幅も出るんじゃないですかね。皆さんぜひいろいろ試してください。よろしくお願いします。はい、それでは今回も長ければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。